いくぜ！ゴー！ファイ！ゴー！ゴー！イエーイ！Thank you.
笑顔の戦士山田真彩子と山田です。山田って呼んでください。せーの、じゃあ、ありがとうございます。はい、ピンクの戦士ミッティです。せーの、イエーイ。はい、グリーンの戦士椿山奈央です。なーたんって呼んでください。せーの、なんと戦隊もののカバーに行きたいと思います。おお、それでは OK かな。それでは聞いてください。サムライ戦隊新賢者。
思った。ね、今日デビューしましたけど。お？おゆきさんどうですか？こんなに人が集まってくれたので、すごく嬉しいです。やったと思います。次の曲はさっき CD を発売してたんですけど、今日限定の CD を発売してたんですけど、その曲はまだ発売は今日限定じゃないよ。今日限定じゃないです。限定50枚の CD があります。50枚限定じゃないよ。はい、普通に言ったろ。50枚出ましたね。あなたの CD があります。普通に言ってましたね。皆さんで待ってろ。それでは聴いてください。ただいま参上。I'm not afraid to die.
ということでね、今日から始動ということで、これからいっぱいライブがあります。その告知に行きたいと思います。はい、じゃあ告知します。はい、あとはゴホルガーの前にソロもあるみたいで、はい、言ってもいいですか。はい、もう8月だ、8月4日に秋葉原サイファーさんでライブでソロで出ることになりました。はい、出番が6時半以降になると思うので、皆さん詳細が出たらすぐツイートします。よろしくお願いします。はい、そして後輩が次のライブは8月6日上野水上音楽堂さんで、8月6日に上野水上音楽堂さんの外のねステージでまさかのなりました。はい、後輩が出演です。はい、そして8月8日がここリハイブ、六本木リハイブさんで、六本木リハイブさんでお昼が百花繚乱さんの壮行会、そして夜が恋するビートさんの主催ライブに出演することが決定しています。そして15日が上野美代子アイドル劇場で後輩側の主催ライブがあります。はい、8月でいっぱいいっぱい、はい、そしてみんなツイッター始めたんだよね、みんなね、そう、初めてのツイッターやった子もいるし、ありがとう、なんかね、黒木間違えてさ、一応さ、ツイートに返してたりさ、ツイッターとかもあるので、そう、メンバー全員ツイッターやってるんで、ぜひフォローもよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは後輩が最後の曲に行きたいと思います。はい、後輩がのね、この後輩がという曲はなんとすごいすごい方が作ってくれたんで、スーパーガールズさんのマーケス乙女心を作ってくれた方と、JK1 のほとんどの曲を作ってくれた小松健介さんという方がコラボして作ってくれたすごい最高の曲になっています。たくさんの人に聞いてもらえたので、皆さん今日は覚えて帰ってほしいです。はい、それでは最後の曲いきますか。はい、はい、いきましょう。それでは最後の曲、もう一回胸上がっていきましょう。それでは聴いてください、 Go Fighter。
なんですけど。いいですか。おお、はい、せいやからね、みんな挨拶、みんなでね、みんなこっち向いてね、上からね、ここです、どこだ、ここだ、ここだ、ここだ、そこに、そこにね、あの天の声の正体がいます。もうちょっとギリギリまで行きましょう。詰めてください、すいません。ケロッピー。こっち側入ってないので、こっち側に入る感じです。ケロケロケロッピー。右から3番目の方からこっちは入ってないので、もうちょっとこちらでお願いします。ぜひぜひ。はい、もう一回お願いします。5枚がポーズこういう形でやりましょう。グワシ、グワシ、グワシ、グワシ。はい、ゴーファイガー、ゴーファイガー、もう一枚いきます、せーの、ゴーファイガー、ファイヤー、なんか入ったし、入ったし、美少女戦士ゴーファイガーでした。ありがとうございます。